赤コーナーからブッチビート本村健太23歳対して20歳の早坂太郎、こちらです。愛知の名古屋 JKF からの出陣、6勝 3KO というのが早坂、2勝両方 KO しているのが本村です。パンチから入っていく、そこからローキックへつなげるのが青いグローブ早坂。中村さん、はい、早坂がこの蹴りからパンチのコンビネーション一つ武器ですね。そうですね、早坂選手すごくこの攻撃力がやっぱりある選手なので、はい、ちょっとね熱くなってこう打ち合うところがあって、それでちょっともらってしまうところがあるんですけど、はいはい、この攻撃力が生かすこうスタイルが出来上がってくれば、かなりこの63キロの、上の方までね来るんじゃないかなと思うんですけどね、はい、これ小比類巻選手もリーチも足の長さもサイズ自体ありますしね、早坂。そうですね、距離感が、はい、しっかりと自分の距離感で待ちたかったですね、はい、お左ハイ。本村の方はゴツゴツした戦い、タフなファイターなんですが、ここは一度小比類巻選手相手の出方を見てということになりますかね。そうですね、1ラウンド目なので、どういう攻防をしてくるかを確認しながら、はい、きっとローを合わせていくと思いますからね、それでももう何か早坂がこれ問答無用のようにガンガン攻め込んできますよね。はい、うまい形で前蹴りとまっすぐな攻撃使ってますね、はい、思い切ったローキックは赤いグローブの本村、左フック相打ちになりました。ちょっと今効いたんじゃないですか、下がった本村、下がらせた早坂です。左ストレート、背中をマットにつけたのは本村、ダウンです。いや、中村さん、はい、大砲が火を吹きましたね。そうですね、もうずっとこう狙ってたコンビネーションというか、蹴りと左ストレートで見事にダウン取りましたね。本村その後挽回しようとすぐに飛び込んで右フック、ただ突っ込むとまた左食らいますよ本村選手は。突進力もそのまま早坂の力になるようです、はい、ダウンを奪っても小比類巻選手、これ早坂冷静なようですね。そうですね、表情をほとんど変えません、本村は必死です。もうダウン以上のポイントが欲しいところです。両手で組んでの攻撃はいけません。左膝もある、参りましたね、で片手でしっかりと押さえて膝からのパンチ、本村ボディへの攻撃も食らったようです。ここなんかサウスポーの選手のお手本みたいな戦い方じゃないですか、そうですね、左のミドルと、はい、膝効かせて左ストレートっていうのいい形で早坂口を真一文字に結んで左ストレート、さらにミドルキックもあります。ここでさらに左ストレートへ、もう一発、小比類巻選手これも左ストレートですね。そうですね、しっかり上から打ち下ろしますね、相手の頭が下がったところ、綺麗な軌道を描いた、飛び込んでもう一回このラウンド中にダウンを奪ってしまえば、奪ってしまった KO 勝利早坂太郎。